皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらの動画ではリビング企業アカデミーのプログラム概要詳細についてお伝えしていきたいと思います。まずはですね、個人セッションですね、こちらの方はですね、1回90分月に1回90分のコンサルセッションが入っておりまして、内容はリアル対面、私と、都内で動いている時には都内を捕まえていただいて、メイン拠点は横浜の方になるんですけれども、あとは大阪とかに私が出張に行っている時には大阪でということで、そのタイミングと時間さえ合えば、現地で実際にお会いしながらやっていくっていうセッションか、あとは遠方でなかなか会えない、そこには行くことができないっていう方は、オンラインの Zoom という形でテレビチャットのシステムを使ってコンサルテーションしていきます。でこちらの方ではですね、主に、個人の方になりますので、全くオーダーメイドカスタマイズという形で、あなたの事業をどのように加速させるかっていうことについて、いろいろアドバイスをしながらやっていく、そんな内容になっていきます。具体的に言うと、例えば教室事業で言いますと、ターゲット設定とか、あとは教室独自の特徴を一緒に作り込む、教室のレッスンのメニューの確定ですね。メニュー確定は、結構難しいですね、やっていくときに。もちろん価格っていうところも入ってくるんですけれども、効率っていうことを考えたときに、どういう組み合わせでレッスンを組んでいくか、それはもちろん私自身がレッスンをいろいろ運営しながら組んできた経験値を使ってやっていますので、そちらの方も一緒に組んでいくっていうことができます。で、プロフィールワーク、あとは集客動線設計ですね、どんなルートを使ってどういうふうにしてホームページを見せて集客していくか、その動線設計の流れを整理していきます。あとはキャッチコピーの作成ですね。教室の特徴からどういうふうに伝えれば生徒さんに分かりやすく一目で見てもらったら来てもらえるようになるか、そんなお話。あとは肩書きとか、あとはホームページですね。私はなるべく皆さんにホームページを持っていただくようにということを推奨しています。ですので、ホームページ作成講座とかも実際に持ってまして、それの、構築と、あとは添削ですね、そういったこともやってます。もちろんすでに持っている方に関しては、中身をどういうふうに変えていったらいいかっていう添削をするケースもあるんですけれども、大抵の方は業者さんに頼んだりとかしていると、自分がいじれないっていう方も結構多くてですね、結果自分がいじれないと好きなタイミングで好きなように変えていくことができないので、結果としてこう遅れていってしまう作業の方が。なので、それはそれで別に持っていっていただいて構わないんですけれども、ご自身である程度手を入れてスピードを持っていじれるページを持っていくっていうのも、いいんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、そういう観点からホームページを持ったらっていうことをお伝えしていますので、当然持つっていうことは作るっていうことになりますので、そんなこともアドバイスをしております。あとはですね、アナログ関連でいうとチラシとかですね、ニュースレター、はがきとか、そういったものも同時に教えていきますので、私は確かにウェブマーケティングは教えしてるんですけれども、その時代のトレンドっていうのがあるので、時代の流れがウェブ編集になっていた頃から少し人間らしさの方の集客の方法に少しずつ今シフトしてきているので、アナログ的な要素も合わせて知っておく方がいいなと思いまして、そんなことも合わせて個人セッションしています。あとは、オンラインコンテンツですね。最近は、オンラインで教えたいとか、オンライン上での教材を作りたいという要望も増えてますので、そんなのをどうやって作っていって、そちらもどうやって集客していくか、オンラインコンテンツの作成指導ですね、こちらもやっております。あとは継続課金のシステムですね。会員制ビジネスの構築法とか、それはさらに上、ある程度教室事業がきちんと軌道に乗ったさらに上の時にご案内する内容になるんですけれども、そんなところあたりまで、個人セッションでは見ています。ただ、これもあくまでも、一例になります。この
内容以外のことでもですね、例えば2事業を同時展開している方とかは、私のセッション時間内であれば半分半分っていう形で、コンサルをしているケースもありますし、実際に事業を動かしながらもっと魅力的な、あ、こういうことをもうやったらもっといいのかなっていうのを途中で思いつく場合があるんですね。そうするとその最適な状態、要は自分がなりたい未来の姿から、その事業が適切であるっていうふうに判断できるのであれば、今までやっていたことは一旦置いて、またそちらの方から再構築っていうこともご相談を受けたまわったりもしているので、要は私が答えられる限りのものであれば、何でもお答えしていくっていう、それが実際の個人セッションの内容になっていきます。そして、グループセッションですね、こちらの方はですね、月に1回5時間になりまして、もちろん対面リアル参加、会場リアル参加が本当はおすすめなんですが、今期全国対応という形にいたしましたので、 Zoom オンラインというものでご参加いただいて、遠方で来れない方、ご自宅で受講していただくことも可能になりました。そして同時にですね、さらにその時間にはどうしても入れないよ、見ることができないよという方のために録画で、追いついていただくということでご参加もご用意しておりますので、皆さんと一緒にですね、話をしながら、自分の考えだけではなく他の人の考えも取り入れながらやるとですね、頭の思考がすごく柔軟化していくんですよね。そうすると結果としては自分だけでは見えなかったものが見えたり、新しいアイデアがどんどん湧いてくるので、実は私の生徒さんは私のセッション2人1対1のこれがこれで悪くないんですけれども、グループセッションですね、こちらを楽しみにしている方も結構多かったりする項目の一つになります。でグループセッションも、時代のトレンドを入れながら、改変はしていってるんですけれども、今期、特に、昨今そうですね、ここ数年から盛り上がりを見せているインスタグラムとあと LINE アートですね、こんなあたりのツールの使い方もプログラムに新しく入れたりとかしております。ですので、6回で回っていくんですけれども、1,2,3,4,5,6 のテーマはもう一巡します、7,8,9,10,11,12 ということ でこちらの方もですね、リアルの場合にはその席の都合はあるんですけれども、一巡した後に、継続会員で、続けてくださっている方に関してはもう一巡の参加権利は無料でお渡ししておりますので、復習に使っていただくということも1回の権利で2回聞くことができるという形になっておりますので、授業の加速、あとは自分の中での落とし込みがしやすいような、そんなカリキュラムになっています。そして、こちらの方ですね、ステップ1からステップ6があるんですけれども、順に内容をお伝えしていく と、ですね、私の講座っていうのはもちろんビジネスの内容とあとはデザインですね、私の方がデザインの方も出身だったっていうこともあるので、2つのことを同時に教えていくんですね。経営設計とかツールの使い方、数字、経営戦略っていうのも教えつつ、デザインですね、ウェブデザインとかカラーとか、あとは、写真も教えしてますし、画像加工とか処理とか、作っていくのクリエイティブの方ですと電子書籍もやってますし、実際に自分が本も執筆していますので、本を出したいっていう方は、最終的にはそちらの方のご相談とかも乗っていくような形になるんですけれども、メインはこの2本立ての、いわゆる技術って言われるところがあるんですが、そこに加えてもう1個、特徴的なところがマインドですね。これを整える内容もプログラムに入ってきております。マインドの部分は、そのご自身の芯を持っていただくっていうことで展開しているものなんですけれども、事業はですね、メンタルの部分で作用されるところが特に女性の場合には非常に多いなっていうのを感じてまして、そこが整うと案外簡単に前に進むことができるなっていうのが、ここ、数年コンサルティングをやって感じた一番の感覚なんですね。ですので、今期アカデミーからですでは、遊びの要素も取り入れながらですね、未来設計からして今を作っていくっていうやり方を取り入れたいので、フューチャーマッピングっていったものを
取り入れて最初に目標設定をしてみたりとか、あとはあのスゴロクですね、人生スゴロクみたいなルノルマンスゴロクっていうのがあるんですが、まあ、そんなのをやりながら、あの遊びながらでも自分の内面を整えていく、そんなプログラムに入ってますので、それがちょっと普通の企業塾とはまたあの毛色が変わった内容になっているのではないかなというふうに思ってます。で、ステップ1はあの最初の目標設定みたいなことなので、フューチャーマッピングを作ったりとか、あとはあの顧客ターゲット設定とか、一番最初のコンセプト作りっていうのが、まあ、一番メインにあのなりますので、これを最初にやっていきます。そして次の、ステップ2のところでは、さらに、まあ、それを、コンセプトとしてお客様に選んでもらえるような形で言語化して外に使えていくっていうことと同時に、あとは経営の方ですねの基本を理解して収益が上がる教室作りをするための数字の話ですね、これも一緒に同時に構築していきます。あのメニューとか先に作っちゃって、まあ売り出しちゃって、もう人は入ってきたんだけど儲からないっていうようなケースとかは、やはりどうしても数字と同時にコンセプトメニューを作っていかないとですね、あのうまくいかないケースが多いので、そこを同時に考えていこうということをするのがステップ2です。でステップ3はその整った内容に対して、集客 の、 あの全体設計をやっていきます。まあ、ホームページを軸にした私は集客が一番いいというふうに、思って展開しておりますので、まあ、ホームページの、まあ、作成の基礎ですね、それを学んで、あとは、まあ、ホームページの役割と、あと集客設計上の位置づけを、まあ、理解してやっていくっていうことを、まあ、作っていく基礎のお話ですね、こちらの方をやっていきます。あとはあのホームページは非常に多岐にわたる要素があの入ってきます。もちろんその作ったコンセプトをどう表現するかっていうことで、まあ、ビジュアルマーケティングと私は呼んでいるんですが、まあ、写真とあとは文章ですね、若干その、まあ、集客用語系で言うとコピーライティングとかっていう言葉で言われたりとかする、まあ、文章ですね。なので文章の方の、まあ、上手な書き方とかそういったものもあの私教えていたりとかしてますので、それを含めた状態でページをどう作っていくかっていうお話をしていきます。でその次ステップ4はそのできたページに対して、まあ、集客をどう、絡めていくかということで、主に、教室の先生は SNS 集客が主軸になりますので、これをそれぞれの特徴を理解してどう使っていくのかっていうことをお伝えしていくのがステップ4になります。例えばブログ、あと Facebook、YouTube、Instagram、LINE アット、それに加えてあとメルマガ、あとはがきニュースレターですね、こういったところのデジタルとアナログと両方あるんですけれども、最近の世の中の傾向ですね、お客様の傾向が、デジタルだけでなくやっぱ人の心あったかみみたいなものを重要視する傾向が出てきてるなっていうのを感じたので、ウェブ集客はもちろん教えするんですけれども、あえてアナログの要素も取り入れたいというふうに思いまして、こちらのプログラムではネットとアナログ両方とも取り入れる内容に、しております。そして、ステップ5ですね、ステップ5の方は、今度は、まあ、もちろん集客の部分で大きな要因を、担うビジュアル見た目で、人は判断する、特に、ウェブサイトにおいてはその第一印象とか、あとはその訴えかける写真とかですね、その要素っていうのが非常に女性相手の商売の場合には特に重きが置かれるポイントになってきます。ですので写真はもちろん下手より上手な方がいいし、いまいちな写真よりはやっぱり綺麗な写真の方がそれだけで集客ができる要素が非常に多くなるので、お写真の方もお教えしますし、実際にそれをウェブサイトに入れていく前の写真の加工ですね、このあたりもお教えしています。で、それに加えてビジュアルっていうことなので文章とかも入ってきますので、文章コピーライティングですね、でそんなものもまとめて教えていくビジュアル系に関わることを、お伝えしていくのがステップ5になります。でここの単元だけはあのカメラの操作とかも合わせてお教えしていきますので、一番理想は一眼レフなんですけれども、綺麗な写真が撮れるから、でも、スマホだけ
しか今持ってないよって言ったら、スマホでも綺麗に撮れる撮り方、構図の作り方っていうのはありますので、それも合わせてお教えしていくっていうのがステップ5になります。そしてステップ6ですね。こちらの方が、またちょっと普通のカリキュラムとおそらく違うっていう思っているのが、集客の講座っていうのは、まあ、ものすごくいろいろあります。あとビジネス寄りの営業マン育成のための制約のプロセスを教えるという、まあ、そういう営業の講座っていうのは別途世の中にあるんですけれども、やはりですね、集客だけではなく制約ですね、実際にお申し込みをいただくこと、このプロセスが、苦手な方が教室の先生は特に多いっていうのをここ数年コンサルティングをして気づいたことだったんです。なので、制約力を上げるっていうちょっと営業的な要素も、お教えしていくっていうのがステップ6になりますので、皆さんが往々にしてですね、売り込みは嫌いっていうふうにおっしゃいます。で、売り込みが売り込みと思われるのか売り込みと思われなくて感謝されて申し込みをもらえるのかっていう、それやり方の違いだけなんですよね。だから、そのまず考え方を変える必要があって、それをプラスして嫌がられずに、まあ、上手にスルッとお申し込みをいただくようなプロセスを知った方が、集客力が増してきた時にですね、特に決まらないと、お金化しないので、そこの部分が抜けてる方が非常に多いなって感じたので、それをフォローアップする内容を入れてあるのがステップ6です。ですので、私はもともと営業上がりですね、営業職が22年という経験があります。個人法人問わず、いろんなものをいろんな商品として売ってきています。で、それも売るっていうよりは紹介するっていう形で売ってきているので、その営業成績ももともと良かったですし、よくできる営業の人っていうのは実際どの業界に行ってもよくできるんですね。だからその考え方は、まあ、お客様のコミュニケーションをどう取るかっていう、ここが一番重要なポイントになるんですけれども、その取り方ですね、そのノウハウをお伝えしようと思っているのが6です。で、ここに、脳科学を使った顧客心理ですね、こんな話も入れながらお伝えしていこうかなと思っている単元です。で、最後の方にも、人生ゲーム、非常識な人生ゲームということで、皆さんが6ヶ月終了するところで、まあ、そのゲームを1個入れて自分の今いる立ち位置、そして向かっていく未来に対してのマインドセットをもう一度していただいて進んでいただくという、そんなカリキュラムになっています。リビング企業アカデミーのカリキュラムは普通の、企業スクールで、お教えしている、例えば、そうですね、まあ、ツールとかその内容とかだけではなく、ツールはツールでもちろんお教えするんですけれども、まあ、営業戦略もお教えして、同時にデザインもお教えしていきます。そしてかつマインドの部分ですね、心の持ちよう、保ち方、これも合わせて3点をバランスよくお教えしていく企業アカデミーということになっておりますので、初心者の方でガッツがあって、私は頑張っていきたいですっていう方は非常に向いてますし、あとは一度自分で自己流でやってみたんだけれども今一つうまくいってないよねっていう方がやり直しで頑張りたい時には非常に向いてるプログラムなのではないかと思いますので、ぜひそんなところも合わせてご検討いただければというふうに思っておりますので、また本講座で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それでは。